ウィリアム・サミュエル・ジョンソンウィリアム・サミュエル・ジョンソンはアメリカ合衆国の政治家である。アメリカ合衆国憲法に署名したことで著名であり、コネチカット終戦室のアメリカ合衆国上院議員とコロンビア大学の第5大学長を務めた。ジョンソンは1727年10月17日にコネチカット植民地のストラットフォードで生まれた。父はサミュエル・ジョンソンであり、 著名な性公開牧師で後に王立コロンビア大学の学長を務めた。ジョンソンは初期教育を家庭内で受けた。1744年にイエール大学を卒業し、さらに1747年には母校から修士号を受けた。父は牧師にしたいと思っていたが、ジョンソンは法律の世界で経験を積むことにした。法律に関しては独学であったが、すぐに 重要な顧客がつき、生まれ故郷の範囲外までも仕事上の結びつきができていった。20年間以上もコネチカット植民地民兵隊に所属して大佐まで昇進し、またコネチカット植民地議会では1761年と1765年に会員、1766年と1771年から1775年までは上院議員を務めた。 さらに1772年から1774年は植民地最高裁判所の判事でもあった。ジョンソンはその仲間と共に、イギリスの議会が植民地政府に不当な干渉を行っていると考えたとき、初めて愛国者の側に引き付けられた。1765年の因子法会議に出席し、国王に対して植民地は税制を自分たちで決める権利があると訴える。 請願書の総合作成委員会に属した。イギリスの議会が1767年にフレンチ・インディアン戦争の負債を召喚するために、通したタウンゼンド処方に反対し、代表なくして課税なしと抗議する諸植民地が考え出した輸入品拒否運動を支持した。愛国者たちが独立に向けて、その要求が過激になっていくにつれて、ジョンソンは、 精神誠意その側につくことが難しいと感じるようになった。イギリスの政策は賢明でないと信じたが、母国との絆を断ち切ることは難しいと思った。国際的に著名な学者として、イギリスには多くの友達がおり、アメリカのロイヤリストの中にも友人がいた。ジョンソンは著名な著作家でもあり、人生の様々な出来事で、私の関心を読んだ人々の中で、 あなたたちほど私が信仰を深めたいと思った人はほとんどいない。とも語った。信仰や職業的な結びつきでもイギリスにとらわれていた。イギリスの成功会や1766年に名誉学位をくれたオックスフォードの学会とは親密な関係があった。1767年から1771年にはロンドンで生活しコネチカットの代理人として インディアンの土地に対する植民地の権利問題を決着付けさせようとしていた。ジョンソンは植民地と母国双方にとって独立してしまうことの結果を恐れ、極端に走ることを避けて双方の首相者間のみ解決となっている政治的な際について妥協点を探した。第一次大陸会議の大議員に選ばれたがこれを拒絶し、このことで愛国者たちに強く批判されて、 民兵隊指揮官も外された。歴史ントンコンコードの戦いの後で戦闘状態の終結を求めて個人的にイギリス軍の指揮官トマス・ゲージ将軍を訪ねた時も強く批判された。このことで敵と対話したとして逮捕されたが結局告発は取り下げられた。一旦独立がなると新しい国の政府には参加しても良いと考え連合会議では大議員を務めた。 その大議員としての影響力はその同時大臣にも認められた。ジェレマイア・ウォズワースはジョンソンについて友人に、ジョンソン博士はあなたや私自身よりも大きな影響力があると信じる。南部の大議員は彼のことを非常に好ましいと思っていると書き送った。1785年、バーモント共和国はジョンソンが大陸会議でバーモントの利益を代弁してくれたことに感謝して、 元キングズカレッジの土地にある町をジョンソンに送った。この町、バーモント州ジョンソンと小さな大学である州立ジョンソンカレッジがその名を冠している。1787年、ジョンソンはフィラデルフィアで行われたアメリカ合衆国憲法制定会議の最も重要で尊敬される者の,の一人として主要な役割を演じた。大議員の問題に関する その雄弁な演説は議論の中でも大きな重みがあった。コネチカットのような小さな国の権利が強力な、臨法から侵食されないために強い連邦政府を望んだ。この目的のために、連邦議会には各方から同数の大議員が出ることとする、いわゆるニュージャージー国案を支持した。外して連邦の権限が拡張されることに賛成した。司法権は、 法と同じくらい公平法に及ぶべきと論じた。還元すれば法の不当性は公平さで和らげなければならないということである。主権は連邦にあるので個別の国に対する反逆罪があり得るという考え方を否定し、刑法犯を訴求的にとがめるような訴求的法の禁止に反対した。なぜならそのような禁止は連邦議会に不適切な疑いをもたらすからであった。 ジョンソンは憲法の枠組みを決める最終段階でも影響力を保持していた。コネチカット妥協案に最大限の支持を送り、これが上院には全国から同数の大議員を送り、下院には人口に応じて送るという連邦議会案を生み出した最終の大妥協につながった。また、憲法の最終形態を形作る5人の委員によるスタイル委員会に加わり委員長も務めた。 ノンフィクション、フィラデルフィアの奇跡の中で、キャサリン・ドリンカー望遠は、ジョンソンのことを、議論や政治戦略について、これら4人の一家ことある人を差配できる完璧な人。彼が委員会にいることが安心させるものになったに違いない。博士の静かなやり方が、心の鎧を解いた。と表現した。ジョンソンは、コネチカット国が憲法を批准する過程において、 この憲法下で小さな国に生ずるであろう利点を強調して積極的な役割を担った。特に憲法の中の一節採用される効力は法のエネルギーである。この効力はこの国に対する義務を果たせない個人に対してのみ働くものであるを誇りに思っていた。ジョンソンはコネチカット州の初代上院議員の一人となり連邦司法制度の詳細を確立する重要な 法律1789年の司法権法の形成に積極的に働いた。また、連邦政府の執行官の役割を強化しようとするハミルトンのやり方を指示したが、大統領が上院の承認なしで閣僚を更迭できるようにするという議案には反対票を投じた。1787年にコロンビア大学の学長となっており、 連邦政府が第一回帰の終わりに、ニューヨークからフィラデルフィアに移動した時に、政界から身を退いて、大学の任務に先進することにした。コロンビア大学の学長は1800年まで続け、有能な職員を採用し、大学の確固とした財政基盤を築いた。ジョンソンは1819年11月14日に、コネチカット州ストラットフォードで死んだ。92歳。 聖公会墓地に埋葬されている。アメリカ合衆国建国の父の中では最も長生きした人であった。ありがとうございます。